山口剛は、日本のテレビプロデューサー。愛媛県出身。東京都立杉並高等学校、早稲田大学第一文学部英文科卒業。父が内務省勤務の国家公務員という家庭に生まれる。中学進学後以降、東京在住。この頃から絵が好きになり、ランドルフ・スコット、チャールズ・ W ・エリオット、ジョエル・マクリーらが主演の西部劇、ジェームズ・キャグニー。 ジャンギャバンらが主演のギャング映画などを好んで見るようになる。高校進学後は、海外ミステリー、ハードボイルドといった小説を好み、アートブレイキージャズメッセンジャーズなどのジャズに傾倒するようになった。なお、ジャズ評論家の寺島康久には、高校時代の同級生。大学入学後、陣家勝ツ小高信光らと共に早稲田ミステリークラブの創設に、関わり、 卒業後の1961年に日本テレビ放送網入社、当初から死亡していた映画部に配属。勤務の傍ら石上光俊らと共に推理小説研究会などの導入活動に関わる。本業では、ガイガやディズニー作品などの録音ディレクター、小畜テレビ部担当などを経て、小坂隆のもとで制作法やアシスタントプロデューサーを務めた後、 1972年、ドラマ、火曜日の女シリーズで一本立ち。1976年にスタートした大都会シリーズ以降は、火曜夜9時のドラマ枠をほぼ一貫して手掛け、海外ミステリマニアとしての素養とミステリクラブ時代の人脈をフルに活かし、探偵物語、プロハンターなどの娯楽アクションを多数送り出した。 同枠のスタッフ選定の際は自分が映画を見た上で面白いと思った人を選ぶという手法をとっていた。廃枠以降は火曜サスペンス劇場や水曜グランドロマンなどの立ち上げに参加する一方、1983年の文芸大作波の盆は文化庁芸術再大賞や ATP 賞など各賞を総なめにした。1992年、 出版部門に移動し、主に映画や音楽関連書籍の編集に携わる。1998年に日テレを定年退職後、現在はフリー。早稲田ミステリークラブ出身ということで、ミステリー研究家という一面も持ち、2000年観光の海外ミステリー辞典には、早稲田ミステリークラブ以来の旧友である、人家カツオと共に執筆者として参加。 ミッキー・スピレインをめぐっては、彼に対する初期の国評の多くは、作品に即したものではなく、今日見ると的をいたものは少なく、現在では逆に評価は高まっていると公平な視点を打ち出している。ABCDEFGHIJ、NTV 火よくじアクションドラマの世界、大都会から、プロハンターまで P10 から27、実相寺秋夫、チェレスタは、 星の瞬き世紀末のクラシックと劇空間から、巻末の編集スタッフ紹介より、NTV 火曜く時アクションドラマの世界、観光記念イベント伝説のプロデューサー、山口剛よし義氏が火曜く時を語り尽くす。DU Books 2016年2月4日閲覧。海外ミステリー辞典新庁社、新庁戦書2000年2月。 162から163ページ。ISBN 4から10から60万582から4。ありがとうございます。